熊本市のさまざまな取り組みを紹介するこんばんは熊本市。今日のテーマは秋の熊本お城祭りについて。10月11日金曜日から11月4日まで熊本城特別公開エリアを中心に秋の熊本お城祭りを開催します。期間中、特別公開の開演時間を午後9時まで延長し、今までにない演出もあるとか。今日はこの方々が紹介してくれます。我ら熊本城おもてなし武将隊。秋の熊本お城祭りの説明をいたそう。今回目玉は4つじゃ。その1、雲上の熊本城。熊本城内の古井戸の水を使用し霧を発生させまする。なんと日本最大級の人工雲海が城内に出現いたす。未だかつてない姿お目にかけまする。その2、城明かり。熊本城のライトアップに加え、城内各所に設置した竹明かりが秋の熊本城を優しく照らす。竹明かりは18日金曜日からの設置で、午後5時から9時まで点灯いたすぞ。その3、熊本城明かりのイベント、よかよか。天守閣の輪郭を縁取るレーザーや、人の動きで変わる明かりの演出、さまざまなフォトスポット、あやかしの体験イベントが皆を待っておるぞ。そしてその4は、武士のたしなみ、やぶさめじゃ。二の丸広場にて11月2日のみ開催されまするぞ。貴重な伝統行事を見逃すでないぞ。春と秋に開催する熊本お城祭りは、県内だけではなく観光客にも人気のイベントです。今回は昼と夜で違った表情の熊本城も楽しめますね。秋の熊本お城祭りに出かけましょう。秋の熊本お城祭りは11月4日までやっておる。皆の衆、ぜひお越しくだされ。皆のお越しを待っておるぞ。次回は熊本花博2024、お見逃しなく。